井口忠人さん一切の風格、そりゃいずれ監督になるわ。井口じゃん。これアイコラやろ。眼光が鋭い。出来上がりすぎやろ。この時点で平沢肉限定してそうな風格ある。打つ時の表情と同じで草このまま打席遅れるやろ。どう見ても赤ちゃんと称していい眼光じゃないだろ。ルーキーの頃めちゃくちゃイケメンで女人気すごかったよな確か。生まれ出た瞬間、オラーじゃなくて打撃論を語り出しそう。生まれた瞬間に普通に喋ってそうな顔してるな。目鼻立ちと眼力がしっかりしすぎて草すで虹があるやろこれ。一歳にしてもう井口の顔してるやん。井口って沖縄の血入ってないのか？両親のどちらか沖縄出身とかじゃなきゃ濃すぎないか？ライベートの井口に遭遇したことあるけどマスクしてるのに眼力強すぎてすぐわかった。石原良純以来の衝撃。昭和の俳優みたい。眉が凛々しすぎる。転生者かよ。二周目かな。良純の子供時代ばりにすられるべき。コラと言われた方が信じられるレベル。縄文系の血が強かっただけだろ。どう見ても東南系の顔だよな出身を知りたい。俺を育てろって言いながら母親の乳首血が出るまで噛んでそう。これでハーフじゃないんだよな。すごい濃いな。もう顔完成しとる。出来上がってて草。こんな赤ん坊のまま成長するってすごいな。鼻も耳もそのまんまやね。映像の世紀に出てきそうな写真。白黒なのが草。イケメンが気に気。うんこしてても全然泣かなそう。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。